長島は九州西岸に浮かぶ南北約1 5トル、東西約1 1トル、面積90.79平方キロメートルの島である。小浦島、伊ら島、四島などとともに長島列島を構成する。地元では長島本島あるいは本島とも呼ばれる。全域が鹿児島県長島町に属する。島の西岸は東シナ海。 北岸及び東岸は八代海に囲まれている。南端部は幅約300メートルの黒の瀬戸で九州と隔てられており、対岸の梶織花との間は黒の瀬戸大橋で結ばれている。北西に長島海峡を隔てて天草下島を望み、島内の倉の元港から天草市の牛深港まで三和商船のフェリーによって結ばれている。 北東に父の瀬戸を隔てて小浦島と伊藤瀬戸を隔てて、伊から島とそれぞれ隣接しており、長島と小浦島の間は、父の瀬橋で、長島と伊から島の間は、伊藤大橋で結ばれている。長島の西海岸沿いを、国道389号が、東部を県道47号が縦断する。島内の大部分は、丘陵地形であり平地は少なく高地面積は、 全島の20%程度である。暖流に現れる温暖な気候であり、北東部海岸沿いの北方先には、ヘゴ自生地があり、鹿児島県の天然記念物に指定されている。また、古くから柑橘類の栽培が盛んであり、日本で最初に、温州みかんが栽培された場所として知られている。島の北西部は、リアス式海岸で、多くの入り江があり、漁港として利用されてきた。 長島は古くは中島あるいは大中島と呼ばれていた。4世紀頃には当時有明海から八代海にかけて勢力を保っていた小江君一族の勢力下にあり、天草諸島の島々と共に天草国の一部となっていた。778年11月13日に県東使の船が漂着し、このことにちなんだ東雲という地名が残されている。戦国時代には、 佐原市の勢力下にあったが、1565年から1581年にかけて起こされた幾度かの信仰を受けて、島津市の勢力下に加えられた。江戸時代には、大竹や牧場園や国宮牧場園などの牧場があり場の放牧が盛んであった。1889年の町村政志向に伴って、東長島村と西長島村に分割されたが2006年に、 長島町へ統合されている。長島の地質は天草諸島にも見られる白亜紀後期から古代三期にかけての地層群が基盤となっており、この上に先進予に活動した必殺火山群の火山噴出物が積み重なっている。火山噴出物は島の大部分を覆っており、基盤地層が地表に露出しているのは北端部海岸沿いのみである。 火山噴出物の火葬は、凝海岩、上層は、安山岩、または、奇跡安山岩からなっており、侵食が進んでいるため火山の原型を止めていない。長島北部には、北東南西方向に、長島断層と呼ばれる、断層群が走っており、断層に沿って島全体が隆起し侵食された後に、侵攻したことで、リアス式海岸が形成された。神田源泉。 金像ある七百738年、町田洋保護編、日本の地形7九州、南西諸島東京大学出版会、2001年、ISBN4 から13から064717から2、松本達郎保護、日本地方地質市九州地方、朝倉書店、1973年、ありがとうございます。